一夜社内で明かすのかなっていうことも少し覚悟してました。ちょっと疲れました。長くて、はい。昨夜から申し上げてますけど、可能性の一つとしてはあります。ただまだ他に、軌道側 の、 データとか車両のデータはまだ見てませんので、であと天気の細かいところも分析してませんので、今のところ必ずしも、雪と決めつけることはちょっと私の部としてはまだできません。